トンチョイス、今日なんですけどもね、リトルビッグの、あれこれ何回目だ ?3 回目かな ?3 回目の、デリバリーがございましたので、ご紹介したいと思います。今回入ってきたのはご覧の通り、シャツですね。シャツ系がまとめて、ポンと、入ってきましたので、ご紹介したいと思います。まずですけども、一方目、はい、こちらですね。これデタッチャブルになってる、シャツでございます。ちょっとルックでも目立ってたんじゃないですかね。袖がこれジップでですね、取り外し可能っていうようなあのシャツでございます。一型、2色、イエローとブラックございますね。でね、これ結構ね、生地感が面白いですね。生地感がね、非常に特徴的で、まあ後でご紹介しますが、まあいわゆる普通の綿の、ブロードのシャツとは違う質感でございます。はい、非常に面白いですね。はい。で、二方目が、これも一方二色ですね。はい、このピンクとパープルっていうね、このちょっと変態カラー、エロカラーで、のシャツでございますが、コットンとシルクのね、コンボで、非常に柔らかな、まあ、繊細な感じのね、生地感でございますね。色がいいでしょ？色がね、色がいいなということで、まあ、また後で着てみたいなと思いますけど、これ色いいんですよ。そして最後ですね。はい、こちらの、ウエスタンシャツですね。一型三色、はい、こちらの、まあ、ワインバーガンディっぽい色と、まあ、色的には一応これ、ね、あ、バーガンディですね。バーガンディに、このライトブルーのパイピングと、イエローとブラックのパイピングとネイビーとレッドのパイピングっていう、まあちょっとね、形はまあこうほらボタンだし、スナップボタンだし、ウエスタンシャツなんですけどね、ちょっとまああんまりこういうところに装飾はなくて、うん、比較的こう上品な感じの、ウエスタンシャツかなと。でまあここのね、配色コントラスト、これがね一番のポイントかなというふうに思います。生地もねちょっとテロッとした、サラリとしたような感じの生地感でございます。まあまあちょっと着てねご紹介したいなと思います。こうやって見るとね、結構今季カラフルな感じですけど、やっぱねちょっと僕無意識にイエローを結構取ってますね。今思い返すと、まあ、そういう気分だったのかなと。はい、まあそんな感じです。じゃあちょっと早速ね、着てみたいと思います。はい、着てみました。どうでしょうか。イエローの方着てみましたね。これいいですよ。生地感といいね、こうイエローパキッパキッとイエロー、あー、これいいじゃないですか。なかなか黄色いいね。黄色いいと思います。じゃあ最初に言いましょうかね。こちらのシャツですけども、今私が着てるのはサイズ2でございます。サイズ2で、お値段3万2000円でございます。はい、どうでしょう、こんな感じ。シルエット的にこれはなんか近年のね、なんかちょっとオーバーサイズなシャツとかっていうわけではないですね。うん、こうやって見ていただけたら分かる通り、まあそこまでね、シルエットが極端にサイジングが変わってるかと言われるとそうでもなくて、どちらかというと、ベーシックな感じの、まあ、僕サイズ2で、まあ、ちょうどいい感じじゃないですかね。まあ、丈はちょっと長めですけども、もちろんこれはね、まあ、リトルビッグがテイラードをしてますから、シャツインしてもいいように、まあ、丈はちょっと長めですけども、まあそういう感じですよね。でさっきも言ったんですけど、まあ、ポイントまず一つ、生地ですね。さあピントが合え OK。 ですね、これコットン100なんですよ。素材的にはコットン100なんだけど、ですね、コーティング、表面にコーティングがされてるので、質感としてはいわゆる普通 の, シャツとは全く違います。もうちょっとこうパリパリ、紙のようなっていうか、ナイロンっぽいというかね、難しいんだけど、ちょっとこう音とかなんとなく拾ってますかね、このクソマイク。ちょっとマイク変えますね。話変わりますけど、近々変えます。すいません。この音でなんとなくね、生地感っていうものを感じていただければなと思うんですけど、なんかちょっとこうやっぱりコーティングしてる分、生地に張りがあってね、ちょっとこうパリパリっていうとおかしいんだけどな、難しいです、ちょっと表現が。ただ独特のツルツル、したツルした質感とね、はい、非常にまず生地感に特徴があります。で、もう一つのポイントはやっぱここですよね。デタッチャブルということで、
こうやって、まあ、ジップになってるんで取れますし、パカって取れますし、まあこうやってね、あの取り外さなくても途中まで開けてとか、途中まで開けて中のインナーを見せるとかさ、まあなんかそういう着方も多分できると思うんですよ。でまあ2way というかね、夏場になったらもう半袖のシャツとしてね着ればいいし、まあいろんな着こなし工夫次第でいろんな着こなしできるかなと。僕的には結構ねこうやって途中までね、途中までこう開けてダランとなんかこう札とくの、うん、これ結構僕好きですけどね、こうやって、うん、全部取っちゃわないで半分くらい開けるっていうか、いいんじゃないですか。でまあ閉めてる時もね、このジップが、まあ、普通デタッチャブルのシャツってね、この上にこうなんていうの、この虫隠しというかさ、ジップをこう隠すように布をこうやってねかぶせる、カバーさせるのがまあ普通なんだけど、ジップね、これはもうあえてこのラインとしてね、ジップの色も変えてこうデタッチャブルしてない、こう長袖としてねつながってる時もこうラインが入ってるかのような、まあ、そういうようなデザインとしてこう表に出しているという、まあ、そういうような感じですよね、うん、いいんじゃないですかね、うん、なかなか、ほら、あ、ここいいですね、やっぱこれ、僕はこれくらいがちょっと足らんと、うん、好きですけどね。はい、そんな感じです。一応あのブラックの方はジップのところが、はい、このように白のテープを使ってるので、まあ、これもこれ先ほども申し上げたようにこうラインが入ってるみたいにね、こうデザインとしても機能してるという、そういうような感じですね。あと肥沃なんですよ、肥沃。だからね、こういうパキッとしたイエローを今季で言うと、ちょっとこう淡いベージュのね、前回のデリバリーで入ってきたベージュのねセットアップとかの中にパチッと入れるとね、いや、かっこいいんじゃないかなっていうか、差し色としてこのビタミンカラー非常にいいんじゃないかなと思いますよ。はい、そんな感じです。では、はい、次のシャツ着ていきたいと思います。はい、着てみました。どうでしょう、ピンク着ました。ピンク、いや、これはこれでね、またね、この中のどのシャツともまたちょっと違ってね、いいですよ。まあ色もさることながら生地感もね、着心地も全く違います。はい、じゃあまあ最初に言っておきましょう。こちらサイズ2でですね、お値段2万8000円でございます。はい、でさっきも申し上げた通りコットン70、シルク30なのでね、ちょっとまた生地感が異なります。シルエットとかサイズリングこんな感じです。まあこれも極端に何かね、サイズシルエットに特徴があるかと言われるとそうではなくて、どちらかというときれいめのねストーンといったシャツですよね、うん。まあ、これも僕はジャスト目で着た方がいいんじゃないかなとかっていうふうにも思いますけどね、まあ私の提案でございます。はい、でね、あ、まあ生地のお話します。生地がね、ピントはクッと、ああ合わねえな、あったあったあった、はい、わかりますかね、ちょっとね、やっぱシルクが入ってる分ね、少し微光沢があるんですよ。若干のこの光沢があってね、生地自体はね結構薄めです。薄い、ちょっと透け感がありますね。これは透け感がありますで、すごい薄くて、あの着心地もこうさらりとしてる感じ、さらりって感じの生地感でございますね。本当にふわふわふわりふわりって感じ、うん、わかるかな、なんとなくこの着心地というか、はい、でねまあやっぱりこういうピンクとかね、もっと言うとこうパープルとか意外にさ売ってないんだよね。これこういう色ってなんかあるようでねないんですよ。うん、あのね、僕もね一時こういう色のシャツね欲しいなとかって思って探したこともあったんですけど、意外にねどこもやっぱ出してないし、ちゃんとしたブランドで出してるところってねほんと少ない、うん、意外にねないんですよ。特にパープルとかないんじゃないね、うん、っていう面においてもね、やっぱ色もいいし、やっぱね、これもさっきも言ったようにね、こうテーラードの中にねパチッとこう差し色として入れたら超かっこいいかなっていうふうに思いますよね、うん。まあルックでもそういう着こなししてますけど、やっぱねこれはちょっとこうセクシーな感じですね。全体的にセクシーな、ちょっとそういうようなこう何イタリア人みたいな、
伊達男みたいなちょっと雰囲気が僕の勝手なイメージですけどあります、うん、だからなんていうの、あ、まあイタリア人とかね、伊達男はもうこれ下にインナーなんか着ないで素肌にやって、もう第二ボタンくらいまで開けて、ちょっとこうセクシー、色気があるっていうかね、なんかそういうイメージかなと、うん、いうふうに思います。まあ本当はね、下もねスラックスとか、もっと言うとセットアップの中とかの方がこれは映えるというか、うん、かなと思いますけど、いいじゃないですかね、なかなかありそうでないカラーリングと、はい、素材感いいと思います。はい、春先とかね、まあ、春っぽいと色かなとも思いますし、どうでしょうかという感じですね。はい、じゃあ次最後ウエスタンシャツ着ていきたいと思います。はい、どうでしょうか、着てみました、ネイビーです、私が今着てるのは。あー、これかっこいいですよ、普通にかっこいいね、これね、ストレートに。はい、最初言っておきましょう。さあ、これもサイズ2でございます。サイズ2で、お値段3万円でございますね。はい、どうでしょう。もうこの今ご紹介したね3型、これも含めて3型に通ずるところは、もうシャツのねシルエットがもう違いますよね、先シーズンとかとよりも、うん、よりこうジャストめのシュッとした感じにシェイプされてます。はい、いいっすね。まあ僕は今ネイビーを着ましたけど、まあ、こっちのカラーリングも ね両方いいですよ。まあこれはこれでバーガンディはねいいと思いますし、まあ、イエローはさっき着たんでね、あんまイエロー着すぎてもうるさいかなと思ったんですですけど、これはねこのバーガンディとこのライトブルーのねピントアイ、そうライトブルーのこのパイピング、ここのコントラストがいいじゃないですか。あんまりねこうバーガンディとライトブルーっていうね組み合わせ、色の組み合わせあんまないような気がしてますし、かっこいいよね、うん、なんかね今僕が着て思ったのはちょっとねユニフォームっぽくもなりますね。制服っぽいというか、制服っていうのはあれですよ、中高生が着てる制服っていうことじゃなくて、一般的にユニフォームという意味で、だから例えばこうやってちょっとこうインする感じでね、したとするとね、なんかすごいねユニフォームっぽい感じがして、うん、いいですね、うん、あ、このパイピングが効いてます、パイピングが効いてますね、やっぱり、うん、この浮き立つコントラストが非常にかっこいいかなと思いますね。生地はですね、光沢感のあるサテンのちょっとテロッとした生地、これですね、ピントは OK、 はい、テロッとした感じですね、うん、まあ、光沢感がある感じ、こう何ドレープとかが結構綺麗に出るというか、こうゆら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 とろみのある感じの、うん、素材感でね、いいっすね。なんかやっぱこう肩の辺が好きですね、僕は。肩の辺が、うん、このシュッっていう感じでね、どう、あ、かっこよくない、うん、シャツとしてもうかっこいいですねこれは、うん、まあちょっと前開けてもねいいかもしれないです。前開けるとよりちょっとルーズな感じに、あ、前開けてもいいですね、うん、春とか、あ、いいんじゃないですかね、より生地がこう揺れる感じがして、これはこれでいいかなと思いますよ。あ、これもちょっとまあね、スラックスとかと合わせてね、モードに決めてもなんか僕はいいかなというふうに思いますよ。まあデニムでね、外すってのもいいと思いますけど、意外に使い勝手がいいのではないかなと思います。はい、そんな感じでですね、リトルビッグのシャツですね、シャツ系、今回入ってきましたので、ご紹介いたしました、うん、まあ、カラーリングとね、それぞれのディティールが結構特徴的かなというふうに思いますんで、皆さんぜひね、まあ、今から着れるんじゃないかな、うん、と思いますんで、ぜひぜひいかがでしょうかというご提案でございます。まあ、例によって、概要欄にね詳細の方を貼っておきますから、ぜひぜひそっちの方からチェックしていただきまして、また基本的に再入荷の方ございませんのでご了承くださいということでございます。はい、そんな感じでございます。ではまた。